ということで、その経済力と派遣の前提である軍事力っていうのは非常に密接に関係があるんですよね。で具体的にはですね、まあこういう感じになります。経済力強化。これいう経済力強化っていうのは GDP 増やすことです。ズバリ。GDP 増やすこと。GDP が増えると所得が増えて税収が増えるんで、軍事力の強化が可能になりますね。 その軍事力を使って、その経済力の強化が容易な環境を構築する。すると経済力が強化されて、で GDP が増えるから税収が増えて軍事力強化できて、その軍事力によって経済力の強化が容易な環境を構築できるという、この循環。この循環を達成、実現した国こそが覇権国という話になるわけなんですね。 だからよくね、その日本の軍事評論家とか、あるいは経済評論家でもいいんですけど、経済と軍事を切り離して語るんですよね。これは非常におかしな話でございまして、あの密接に関係があります。え日本の明治時代、えー、国家を発展させるためのスローガンは、富国強兵でしたよね。富国強兵。富国っていうのはまさに経済力強化であって、強兵はまあ言うまでもなく軍事力強化だから、非常にですね、なんつうんでしょう。 まともだだっった、たな政策だったんです。明治時代の政策っていうのは。ちなみに今の <laughs> 日本っていうのはですね、富国に背を向けてえ、軍事力強化にも背を向けてるんで、貧国弱兵ですね、<laughs> スローガンを言えって言われたら、貧国弱兵、こんなんで国家成立するわけないでしょという話で、まあ、そこまで今日は言いませんけどね、細かい話は言わないんだけど、貧国弱兵の国はですね、基本的に、 あの、長続きしないですよ。当たり前ですよね。当たり前。国家をちゃんと長続きさせて、自分たちの師匠に対して、まともな国家で暮ら,さ暮らしを成り立たせたいんだったら、福国と共兵やるしかないんですよ。そういう意味で、明治時代の日本人は本当にまともだった。平成時代の日本人は本当にダメだなと。いう、まあ、そういう印象になってきますね。さあ、えー、もうちょっとですね、俯瞰的に見てみましょう。経済というものを。なんで、その軍事力が強化されたら、 経済力強化が容易な環境が構築されるのかというと、経済っていうのは、この5つの要素から成り立っているためでございます。経済の3要素。資本。まあ、これ物ですけどね。労働、人、技術経あのち。経営の3要素は、え、か、あの、物、人、金なんですよね。物、人、金。まあ、経営はそうなんですけど、 経済っていうことだと3要素は、物・人、技術になります。あるいは資本、労働、技術です。まあ同じですけどね。よく誤解してる人いますけど、資本って金じゃないですからね。<laughs> 資本って金じゃない。資本っていうのはお金を投じて生産された固定資産ですね。例えばインフラストラクチャーであったり、建造物であったり、工場であったり、運搬車両であったり、設備だったり、機械だったりと。そういうものが資本なんで、資本イコールものです。その 資本を強化することで経済成長するモデルが資本主義ですね。資本主義。あるいはその資本を構築するためにお金を投じることが投資。ということで、日本語はちゃんとできてるんですけどね。できてんだけどみんな意味をわかん、あの、忘れちゃってるか、あるいは理解しようとしないから、資本イコール金ですみたいな変な認識になっちゃってる人結構多いんだけど、資本はものです。物の技術。これ、えー、経済の3要素なんですけど、 厳密にはね、これ経済の供給能力の3要素です。供給能力の3要素。物やサービスを生産する力のことを供給能力って言います。この供給能力はこの3つから成り立っています。ということはですよ、供給能力を強化するためには、資本にいっぱいお金投じて、インフラ整備して、とかですね。さっき言ったあれだね、えー、ローマ帝国の街道、 建設ね。街道建設。広大なそのローマ帝国に立派な街道、道をですね、どん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 建設していったの。あれまさに資本の強化ですよね。資本の強化。で、実際にそのローマの街道ができたおかげで、様々なものやサービスが行き交うようになって、経済力が強化された。まあ、供給能力が強化されたという話ですね。で、えー、労働、人。人間もですね、あの、なんつうんでしょうね。例えば、何にも働いたことがない人よりね、 その専門の職場で10年研鑽を積んだ人だったら、後者が勝つに決まってるんですよ、生産性とかで。当たり前ですよね。<laughs> ど素人とクロートがどっちが強いですかじゃ言ったらクロートです、はい。ということで、人間っていうのは働くことで人材、いわゆる人材になっていって、この人という意味での供給能力っていうのが強化されていきます。だからあれですよね、あのギリシャとかね、スペインって、そのリーマンショックとユーロ危機以降、 若年層失業率がとんでもない数値に跳ね上がってしまって、一時ギリシャ確か60%とか行きましたからね。若年層って15歳から24歳ですけど、要は将来的にその社会、経済、あるいは生産活動の中核になるべき人々が働かなかったのです働く場がないから。これはね、発展途上国になりますよね。将来ギリシャとかスペインは。というレベルですよ。今も高いんだけどね。はい。で、それに比べて日本って、 ま、少子高齢化の影響なんだけど、若年層失業率が3%台かな。はい。あの、世界で相当低い方ですね。下から数えた方が早いと思う。これって、全然悪いことじゃないですよね。なぜなら人間って働かないと、人材にはなれませんから。供給能力も上がりませんから。で、えー、人手不足で働く場が増えてって、若年層失業率が下がってると。それでなんか、あの、 なんか人口減少がどうのこうのとか言うんだけどいや何が問題なのと個人的にはね逆の方が大変だからね逆の方が,の方が大変若者がいっぱいいて仕事がないさっきの技術はじゃないんだけどそっちの方が将来に過去を残すでしょうね日本はだから人材あるいは人労働という供給能力を伸ばすチャンスがまあ今ある目の前にあるわけですねえで最後技術それはねこれ技術がないとどうにもならないんですよさっきローマの街道の話したけど あれはローマ帝国に立派な街道を土木工事であってですよ。その前に測量するんでしょ多分。測量して土木工事をやって立派な街道を整備して、かつそれをメンテナンスしていくという技術があったからできたんですね。で、街道よりもすごい技術ってのは、まあ水道。すごいですよね、ローマ帝国。あの広大な地域にですね、水道ネットワークを張り巡らせたんですよ。今でも遺跡がいっぱい残ってますけど。あの道路と違って水道って大変ですよ。道路って多少こう <laughs>、 こんな感じになってても使えます。でも水道は <laughs> こうなってたら絶対こっちに水流れるわけ。はい、で、向こうに水流したいのにあのこう傾いちゃったらもう向こうに流れないですよねということで傾き傾斜までちゃんと計算してそれで建設しなくちゃいけないの。あの今みたいに電動ポンプとかないんで電動ポンプとかないから全てその重力ですよね。重力に従って水道ネットワークを長大な形で建設しなくちゃいけない。よくそんなことできたなと。まあそれはそれだけとてつもない技術がローマには。 あったんで,す、ね、でまあ今で言うと、まあ、例えばまあ新幹線とか空港港湾高速道路といった交通インフラこれ技術がないとできないですよねだからまあインドネシアとかが高速鉄道を日本から買う中国から買うとかやってますねでマレーシアはあのマハティール首相が中止しちゃったけど <laughs> あの、まあ、中国から、ね、多分中国から新幹線買う予定だったんですけどねなんで自分の国で建設できないのと言うと技術がないからですよね。 ということで、この資本労働技術というのが経済の3要素。供給能力の要素なんですが、この3つがあったところでですね、経済成り立たないですね。例えば、新幹線作る技術があります。人材もいます。でも客がいない。今の日本だけどね。今日本だけど。そう、需要がないとダメなんですよね。そう、需要、例えば日本政府がちゃんとお金支出して、 日本全国に新幹線ネットワークをちゃんと作りますよと。こういう需要があったと。まあ今もゼロじゃないけどね。ゼロじゃないけどまあ少ないんですけど、まあそれをちゃんと拡大しました。そこに向けて、新幹線の技術が、建造する技術が使われて、人々が働いて、で当然新幹線建設のためには資本がいりますね。今リニア新幹線が JR 東海作ってますけど、あれ南アルプスの下を掘り抜くトンネル作るんですよね。 人類史上最大、最大最長のトンネルですけどね。あれは当然あのシールドマシーンのようなね、そういう資本ね。シールドマシーンっていうのは何つうんだろうな。<laughs> まあ、まあこんな感じここにですね、刃がついててぐーっと回りながら掘り進んでいくやつですね。あのシールドマシーンという資本がなかったら絶対無理ですよ。人間のこう手作業で南アルプスの下を掘り抜けますかと。できませんね。はい。ということで、そういう需要があって、そこに資本、労働技術が供給されて、経済っていうのは成り立つんだけど、もう一個必要ですよね。 もう一個必要です。例えば、えローマ帝国が、まあ、街道を建設しようとしたときに、自分たちの帝国内に、その道路に使える石がないと。石がない。石畳がないと。もう建設できないですよね。<laughs> どれだけ人材があって、技術があってですね。それでニーズもある。需要もあるんですよねえ。ガリアからローマまで道を引いてくれと。そういう需要があったって、その材料がなかったら道路建設できませんね。日本で言うと、原油が入ってこなくなった途端に、 アスファルトの道路は建設不可能になりますね。ということで資源やっぱ資源っていうのが必要なんですよね。で、えー、この資本労働技術という供給能力側の3要素に加えて、えー、需要そして資源資源この5つをえまとめて経済の5要素と呼びますじゃあ本番始めさせていただきます。5秒前4 3 2 東京本間門教室」という番組をですね東京 MX テレビで日曜日の午後7時から8時各週なんですけど、えっと、番組をさせていただくことになりましたいわゆるフェイクデマ嘘そういったものがもういっぱいはびこっているっていうのはもうよくご存知じゃないかなと思いますまがいもんばっかりの世の中の中で本間の情報はこれないと本間の考え方はこうなんやと。 ほんまに日本は要するにあたこうするのが必要なんやっちゅう話をですね地上波のテレビで本間門を提供していくと隔週で、えー、週1時間あー日曜日の午後7時ですからかなりいい時間帯ですよね絶対に面白い番組を本間門を一人でも多くの方にお届けしようと思ってございますので是非どうぞよろしくお願いいたします。 コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋のの2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できません。こちららの QR コードまた概要欄からお買いい求めください いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね